はいレオンンチャンネルですガンバレジェンズの診断のシンクロマイス4章が稼働開始になりましたのでてか早くないこの間3章やったばっかじゃないいつも通り6000円分買ってきましたそして3週連続プレゼントの1周目が仮面ライダーガブの ポッピングミフォームね。ライダーキック演出もしっかりあるやつで、演出動画はショートの方でアップしておきます。そして4章の、レジェンドレアとかはどうなってるとりあえずロボライダーとか目立つところにいますけど、こレア順に見ていくと、パラレルはあれか。実写キャストか、ガムポッピングミフォームとか、ショーマパラレルね。で、パンクジャッククーがクーガパラレルか。で、電王ウィングフォーム、ネクロム、ロボライダー、 デスガロン。この辺はロボライダーつながりね。デスガロンもでもこれレジェンドレアなんだ。 で、デスガロンのパラレル。デスガロンさ、ビジュアル的に、これ RX の敵将軍みたいなキャラクターなんだけど、めちゃくちゃシャドームーンっぽいじゃん。シルバーとグリーンとブラックって。だからレギュラーキャラとして登場するのかと思いきや、このロボライダーのフォームチェンジ界の強敵キャラとして出てきたやつで、正々堂々とした戦いを求めたり、日本の RX よりは強かったけど、ロボライダーに覚醒した RX にやられてしまったキャラクターだね。わざわざ LR 化するんだ。なんか今 RX のやつとか、 映像配信とかあったっけあ、でもスカルパラレルとかもかっこいいわ。とりあえず1号ライダーの、要はガブのレジェンドレアとか出たらいいけど、どうだろうな、ロボライダーかなー第1希望は。いきまーす。はい、アナザーアリーと、ガブ、ポッピングミフォーム、レインボーガッチャード、ちょっと角度変えていいかなゲイツ、フォーゼ、クーガーライジングマイティ、 かいぞ。イラストかっこいいね。ええ早っ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 ちょっと待って待って。1、2、3、4、5、6、7、8。9枚目でもうレジェンドレア。パラレルじゃないよね。デスガロンだ普通の LR。デスガロンのレジェンドレア出ましたまさかのまさかのデスガロンマジでいいやん。 ひとみちゃんだったっけ女の子を誘拐して、巫女にするみたいな、そんな話だったよね。さらわれた女の子を助けに行くんだけど、死んでて、で、それによって、コタロウがロボライダーに覚醒して、デスガロンを撃破した後に、あれは偽物だとか言って、本物はまだ生きてるとか言ってバタって死ぬんだけど、そういうのも含めて、めちゃかっこいいキャラなんだよな。でもね、その時のね、ロボライダーがかっこいいのよ。RX から、あの、全然姿が違うっていう、ホームチェンジが、斬新なんだよな。ゼロの巣。 これもう一枚、あ、もう一枚ぐらい、あ、うあ違うか SR か。もう一枚ぐらい、あるんじゃない ?LR、こんなに序盤で、出たなら、バイス、ガブー。うっスパイダー、オルフェノクだ。沢田くんの後ろに、なんかお城あるね。ちょうどさ、中盤ぐらいに登場してから、ファイズの物語が、また空気感が変わった瞬間の、キャラクターなんすよね。 ネクロム。今段ネクロム割と押されてるな。クーガ、エグゼイド、よポッピングミフォーム、ゾルダー、ベースステイツ、ギルス、イクサバースト、セイバーブレイブドラゴン、ポッピングミフォーム。もう一枚ぐらいなんかこいい。バイス、二号、 ブレイブドラゴン。ゾルだ。あ、なんか光ってるよああ <laughs> 食べるデネブイマジンなるほど。ハロウィン仕様で、キャンペーンは背景が共通なんだ。ちょっとキバっぽい背景になってんだ。半分ぐらいまで来たな。新一号。あ、ロボライダー。かっちょええー、のよ。ドライバーってかベルト自体もね、デザイン。 ガラッと変わりますからねていうかブラックとブラック RX の CSM をほんと早く出してくれ真骨頂 RX とかさあの辺が出たら僕の中でなんかベルト集めで一区切りつくんだよなお、キャンペーンでちょっとこうハロウィンっぽいポーズのガブになっててかっこよ SR0 の巣カイザーマシンキーバー ZO ネクロム ギーツー、バイス。お、かっこいい。目指して、俺の新天地で第1話のラストシーンか。アナザーアギとネクロム、ガブ。ドライブ。ガブ。ガブ。ああ、ハロウィンパーティー。イベントカード。かわいいけどね。ゴーストアイコン。ああ、2枚目、スパイダーオルフェノク。もう1枚ぐらいどうだ電王。 レインボーガッチャード。あ、そばガッチャードさ、V シネ、ちょいと遅れて告知されましたね。しかもなんかリンネが告白するみたいな、高校卒業の宝太郎リンネみたいな予告っぽかったですが、カブト、リヴァイ、ヒビキ。あー、これで終わりだってことは、序盤に出た、デスガロンの LR のみか、LR。こういう時ってもう一枚ぐらい出るんだけど、LR はこれ一枚だ。まあ、十分か。 ってことで、高レア系としては、レジェンドレアが1、SR が1、2、3枚、キャンペーンが1、2、3、4、5枚で、まあ、いつも通りの排出の仕方って感じですね。ですかろん。まあ、パラレルも超かっこよかったけど、普通のイラストの LR もかなりいい感じだし、白押しとか触り心地、光り方のホロなんかも、 超絶綺麗ですね。はい。近づいてみると、こうで。エネミーでサポートだから、要は5枚目のカードスロットね。キャラクターではありませんよと。そうか。ま、あそりゃそうだよな。キャラクターで使えたら面白いけどね。超かっこいい。で、SR の仮面ライダーレジェンド。この光り方で、ライダーキックマーク。で、イベントカードのハロウィンパーティー。ハロウィンとガブは非常に 相性良さそうなので、何か本編でも10月末あたりにハロウィンと絡んだりするかな。隠しごちそうとかお菓子はあるけど、そういうのは特になさそう。これかっこいいな SR のゼロノスアルタイルフォーム。ここからキャンペーンカードでイベントカードの目指せ。俺の新天地。キャンペーンのガブポッピングフォーム。これハロウィーンのマークがついてるやつは、何か演出が 変わったりするのかな背景は全部同じなんですよ。そしてデネブ・イマジンのサポートカード。で、スパイダー・オルフェノクのサポートカード。今回サポートカードばっかだな。キャラクター系の高レアが全然ない。じゃあノーマルレアあたりも見ていきますが。まあ、でも今回はそこまで掘る必要もないかな。絶対欲しい。レジェンドレアも まあ、あるっちゃあるんだけど、昭和のパラレルね。まあ、パラレル時期なんて、ほぼほぼ、厳しいんで、二段以降、ガブ系二段以降かな。深めに連呼するのは。アイコンのこのサポートカードとかかっこいいね。まあ、このようなカードになってて、ノーマルの方は、ディエンドゼロのス、 まあこんなとこっすねなので今回はシンクロマイス4段はとりあえずこの1回で終わりかなシンクロマイスなんかテンポ速くない ?3 章だって7月ぐらいじゃなかったっけで2か月ぐらいでもう4章だもんね結構テンポ速くカードが入れ替わるような気がするこんな感じになって おりますいろいろラインナップされてますのででもポッピングミフォームが基本かな最近やってないよっていう人はガブ繋がりで復帰しても いいいんじゃないかなかただ今は4ライダー制なのでガンバレジェンズに合わせて最近メインライダーが3人とか4人とかが基本なのでガブもこっから増えていく気がするなガッチャードは3人だったけど一応レジェンドとかドレッドあたりが4人目カウントできるしディーツは4ライダーだったしメインがねガブバレン以外にも今後3号ライダー4号ライダーは確実に出てきそうな感じはあります。以上ガンバレジェンズ死んだのシンクロマイス4章の紹介でした。